こんにちは。昨日の予想よりも天気は悪い方に変わり、関東地方南部などでは雨が降っています。東京も1時間に0.5ミリぐらい、えー、現在までの総雨量3ミリぐらいに達しています。このようになってしまった原因を天気図を使って、えー、考えてみましょう。まず。 えー、地上の天気図ですが、東海上に前線が伸びていますが、そこから水色で塗った降水域が東の、えー、西の方に伸びています、ギリギリ関東にはかからない感じがしますが、えー、関東付近に気圧の谷があり、降水域がもうちょっと広がるかなという、そんなシグナルが出ています。続いて 上空約1500メートルの天気図です、えー。島々の部分が上昇気流の領域です。関東地方、すっぽりと上昇気流の領域に入っています、えー。マイナス14という数字がありますが、やや強い上昇気流も予想されています。また、風向きが北東で、またこれは天気が崩れる時の風向きです。続いて、 上空約五千五百メートルの天気図です。緑で塗ったのは、えー、と湿り域ですね。湿り域です。上空三千メートルぐらいの比較的雲ができにくい部分で湿っている領域です。関東も入っていますね。この領域では、えー、分厚い雲が発生することが予想されています。さらに偏西風の様子を見ましても。 編成風は、南側に大きく蛇行しています。南側に蛇行した部分を気圧の谷、北に蛇行した部分を気圧の尾根と呼びますが、関東付近も気圧の谷の前面に入って、雲が発達しやすい、そんな状況になっていました。さらに、相当温位の図を見てみますと、ピンクの部分が 湿った暖かな空気の領域です。湿った暖かな空気が関東付近で北側に盛り上がっています。さらに関東付近と東海付近でシアライン、風のぶつかり目も見られます。このようなことが重なって、スーパーコンピューターの予想よりも雨がしっかり降ったと考えられます。ご視聴ありがとうございました。